はい、こんにちは。まえチャンネル、まえはらです。はい、今日はこちらですね。うん。手裏剣戦隊忍忍者、忍手裏剣シリーズ02の青忍者手裏剣と、忍手裏剣シリーズ04、白忍者手裏剣です。忍忍者のデラックス版の手裏剣がですね、単体で発売されましたね。うん。よかった。うちはね、ガマガマ銃とか、忍忍バックル。はい、そう、バックルとか、あともう一つなんだっけ、あれ。カラクリ変幻、うん、あれ持ってないから、うんうん、だからよかった、これ嬉しいね、うん、こういう単品販売大変嬉しいです。うちはだから赤忍者手裏剣しかないんだよね、うん、今回はなので青忍者手裏剣と白忍者手裏剣、そちらをですね開封して音なんて聞いてみたいと思いますね、うん、はい、忍者手裏剣初登場だね。あ、そっか、この忍手裏剣シリーズで初めて出るのか、うん、忍者、桃忍者だけ、うん、かわいそうだったね。かすみね、かわいそうだったね。あ、今回はですね、じゃあ、これ開けていくんですけども、ちょっと全力モノマネで開けていきたいと思います。パパ全力でモノマネします。役モノマネ、ね、イージーだなってね。やめとくか、やめた方がいい、もしかして、うん、やめた方がいい。嘘。はい、はい、じゃあ開けてください。入ってます、はい、はい、よいしょ、はい、とどろけ役モ青忍者ダメか、似てないね。とどろけや、とどろけや、はい、こちら青忍者手裏剣ですね、うん、ブレードは軟質だね、うん、はい、そしてここがフリップで上がるようになってますね、うん、はい、では絶縁シート取ってみましょうか。はい、よいしょ、じゃあ鳴らしてみてください。お、ドラゴマルの声、うん、おお、それだけか、うん、ひとひら、かたはな、白忍者。あ、パパそのものだよ。パパそのもの。じゃあ絶縁シートを取ってください、はい、はい。では鳴らしてみてください。あ、おお、響いてる。もう一回押してみて。あ、もうすごい響いてんね。おお、いいね、これいいね、うん、はい、そしてこちらもフリップで上がるね、うん、ではこの青忍者手裏剣を忍者一番刀にセットしてみてください。はい、はい、どうぞ。同じだね。そっか、変身は一緒か、うん、技、技、あれ全然、全然青忍者っぽくないの？これ普通なんだよ、忍手裏剣だって。そう、忍者一番刀にセットした状態でトリガー引くとこういう風に青くは光るね、うん、白忍者セットしてみてください。はい、なんだ、一緒か。一緒じゃん。一緒。では白忍者の方のトリガー引いてみますよ。はい。あおーって言って。なるほどね。それではあとこれだね、うん、手裏剣陣のこの手裏剣部分に、まず青忍者手裏剣セットしてみましょうか。特に音声鳴らないと思うんだけど、鳴ったら嬉しいな、うん、鳴らない。何も鳴らない。あ、でもまあこれはありだね、うん、やっぱ青いブレードだから、ドラゴっぽいけどね。ぽいね。うん。じゃあ次白忍者行ってください。やっぱなんだい。あー、でも白もいいね。うん、おー、割といいじゃん、うん。これ何のためにハマるのそもそも。なんかいつかいろんな手裏剣合体するなんかほら何特急じゃでいうところのさ大回転キャノンみたいなやつ。ああいうのが出てきていろんな手裏剣が合体してほしいね、せっかくだからね。このブレードだ、うん、このブレードをセットするときにいくよ。
これで言うね、うん、これで青忍者手裏剣って言った。これを外した状態でも言うよね。青忍者、あーよかった。青忍者、あーよかったよかった。白忍者、オッケー。白忍者手裏剣、あーよかった。はい、ということで今回は手裏剣戦隊忍忍者忍手裏剣シリーズ0204、青忍者手裏剣と白忍者手裏剣でした。 OK、 驚け悪魔、青忍者イージーだな。エイシン、まったくパパパパパパ以来でイージーだな。エイシン、もう兄ちゃん